ビジネス展望です。今朝のテーマは農業は成長産業。お話は法政大学大学院教授の坂本浩二さんです。坂本さん、おはようございます。おはようございます。坂本さんはこれまでも農業も一つの産業と捉えていろいろな側面から見てこられたそうですね。はい、私は農業はですね、中小企業にとってもすごく関係があると思うんですね。というのは日本はものづくりだけでは日本の中小企業の限界が来ると思ってですね、はい、どうしてもやはり新分野にいなきゃいかんと、はい、あるいは新市場を開拓しなきゃいかんと、はい、そうしますといろんなデータから見てですね、この意外とその東大元暮らしじゃないんですけども、農業とか農産物をベースにした第6次産業ですよね、はあ、これが日本の中小企業を救うんじゃないかという感じがしてですね、合わせて研究してたんですけども、はい、そうなんですね。で、今回その農業は成長産業と、まあ、捉えていらっしゃるということなんですが、これはズバリその理由は何でしょうか。いろいろあるんですけども、大きくは3つ考えてるんですけどね、はい、その一つは自給率の問題ですよね、はい、日本の食料自給率って39なんですよね。 39% ですから10人のうちの4人分くらいしか自給してないってことですよね、から、まあ、このままでいくとちょっと心配ですよ。これが一つですよね、高めればこの新分野進出の可能性があるってことですよね、で二つ目はですね、世界の人々の話を聞くとですね、特に海外ですよね、はい、日本の食とかこの食料品にすごく期待してるんですよね。ほうほう、安全だからとか、美味しいからとかですね、はい、で事実データ見ると輸出がすごく増えてきてるんですよね、はい、だから可能性あるということなんですよね、で3つ目はですね、はい、まあ、これからますます高齢社会になりますよね、はい、で高齢社会になりますとね、すごくその農業 この消費というか農産品の消費が高まるというのが家計調査年報というのを見るとはっきりしてるんですよ、どう考えてもですね、農業と第6次産業は成長産業とこの言うことができると思うんですよね。はは、まあ、日本の中小企業をいっぱいこちらの方向にですね、向ければ、まあ、空洞化を阻止するんじゃないかという感じがしてやってるんですけども。ああ、そうですか、はい、その、まあ、食料 その自給率ですがね、39% という数字が上がりました、他の国でやはりもっとずっと高いんですね。いや、日本だけがやっぱり異常に低くてですね。だけですか。だから、まあ、みんな先進国はみんな農業はですね、自給率低いんだっていう人がいますけどね、はい、とんでもないこの我が国だけが先進国ではこの異常の低さなんですよね。ほう、で例えばアメリカあたりで見ると130くらいなんですよ。ほう、 130%、 で、はい、カナダが、まあ、これは特別かもしれない、223なんですよね。あ、そうですか。でヨーロッパのドイツが93、うん、はい、イギリスが65、フランスも121なんですよ。ああ、なるほどね。それとオーストラリアなんか187あるんですよね。まあ、本当に確かに日本はぐっと低いですね。そうなんです。だから、まあ、本当に将来のことを考えますとね、はい、人口はどんどんこれから世界的に増えていくわけですから、はい、食料の供給はなかなか間に合わないということですから、やはりこの食の安全保障という意味ではやはりこの数字は問題がありますよね。確かにね、その人口が増えていくって確かにいろんな予想で予測で、これからの、 まあ、地球世界の人口もぐっとこうなんか増えるっていう予想も出てますもんね。そうです。これ統計見ますとね、はい、今だいたい世界の人口って72億人くらいだと思うんですよ、はい、まあ、1.6 億人くらいですかね、はあはあ、で2020年になると77億人になると予想されていて、はい、で少し先の話だけども2050年のデータありましたよね、それ見ると約96億人になると予想されてるんですよ、はあはあはあ、だから日本はマイナスになってますけどね、はい、世界的には食料がどん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 必要な社会になってきてるってことですよね、まあ、どこの国だって自分の国民が大切でしょうから、はい、万が一の場合なんてはやはり日本への輸出がやっぱり減少するってことがありますからね。そうですよね、まあ、人口が増えて食料の供給がそれに追いつくかどうかということと、それからまあ、異常気象なんかがあった場合にですね、そうなんです、その食料の供給まずまあ自分の国の国民のためにと考えて、じゃあ日本はどこから調達したらいいんだろうかと。そうなんです。こう考えるとちょっと怖いですね、ですからね、もっと農業に対する関心もね、各界各層をやっぱ高めた方がいいと思うんですよね、しかもその日本の場合はこの非常に安全安心から高鮮度というかその面で評価すごく高いですからね、はい、この輸出の可能性もあるわけですからね、はい、とまあ、自動車とか機械に代わって外貨を稼ぐ産業にもなり得るということですよね、
さあ、そのまあ食料のね、自給率をこう上げていけるかどうかということなんですが、その辺どうなんでしょうね。私はですね、それぞれ役割があると思うんですけども、はい、一つはですね、やはり農業自身がですね、もっともっと自分のこの職業というか産業に自信を持ってもらいたいと思うんですよね。はい、もっと市場を見ればですね、すごく日本の農産品に対する期待が国内も海外も多いわけですから、はい、もっとその経営的なセンスを入れて頑張ってもらいたいなっていうのは、これが一つですよね。それから、もう一つは農業に入るっていうのはすごく日本の場合には規制が厳しいんですよね。二次産業とか三次産業の方が農業に入りたいと言っても簡単に入れないんですよね。から、そういった方々がどんどん参入ができるようなですね、もっとバリアをこの下げるというかですね、はい、取り払うってことも日本の自給率高める上の必要なこと。から3つ目はですね、農業経営者を本格的に教育するようなそういう場というかですね、はい、例えば農学部と経営学部を一緒にしたようなこの教育とかですね、だから高校生や大学生をもっと積極的に農業の分野でインターンシップさせたりすればですね、すごく若者も農業にすごく関心持っていくと思うんですよね。なるほどね。だからなんかその辺のことが今欠落してしまってましてね、農業がどんどん可能性があるにもかかわらずやっぱ衰退しているというね。なるほどね。市場の原則じゃなくてむしろ供給の原則でですね、はい、供給の問題でおかしくなっちゃってるという状況ですよね。その供給の話で言えばですね、日本の農産品についてはその安心安全で、品質も高いということで、なんか輸出も増えているというお話ですね。お茶なんか見ても今50兆円くらいあのお茶がですよ、はい、リンゴも33億、お米も7億、加工したお酒なんかも20億とかですね、すごく増えていて、私よく知っている千葉県のですね、成田空港の近く の農業法人があるんですけどもね、はい、このお宅はですね、野菜をですね、海外、特に中国ですけども、年間6億円くらい輸出してるんですよ。毎日飛行機でですね、原産地のものよりははるかに高いんですけども、はい、売れるっていうんですよね。なるほどね。そういうことで言えば、やり方次第でこう、地域の経済の活性化といいますかね、そういうことにもつながっていきそうな感じですね。そうです。農産品そのものもいいんですけども、農産品を加工すれば製造業ですよね、はい、それを販売すれば小売業、だから6次産業っていうんですよね、だから2次と3次は圧倒的に中小企業ですから、はい、中小企業としてもこの農業と その連携を強化するというか関心持てばですね、はい、みんなが良くなるんじゃないかということでですね、私いろんな中小企業に農業と加工品の方に進出した方がいいですよってアドバイスしてるんですけどもね。そうなんですか、少しずつそんな動きも見えてますかね。そうです。全国あちこちでこの前も鹿児島県の大隅半島に行きましたらね、お茶なんかを作って、しかも障害者の方を雇うとかですね、はい、障害者雇用にも役立つし、いいことづくめっていう感じなんですよね。なるほどね。自給率ということも考えて、そのことと、あと、生産加工ですね。そうです。そして輸出までこうね、目配せしていくと、いろいろな可能性が感じられますね。そうです。日本の空洞化を私は阻止するような感じがしますよね、なるほど、はい。今朝ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。農業は成長産業という話、ビジネス展望、今朝は法政大学大学院教授の坂本浩二さんでした。